はい、こんにちは、レトスノムです。今回なんですけれども、地下工事法の2回目の動画を解説いたします。今回の2回目の動画では、地下工事の流れの2番から4番、これを中心に解説していきます。前回の動画では地下工事の流れの一番最初、この部分について解説したので、この部分、理解していない方は前回の動画をご覧いただければと思います。で、一応軽く復習しておくと、まず地下工事を行うためには、標準地という地下を工事する地点をこう決めていかないといけないんですね。全国各地のどの地点を工事するのか、これを決めないといけない、選定しなければいけません。この選定を行うのは土地鑑定委員会という地下工事の専門部署があるんですね。これは国の組織です。ここが選定をしてきます。標準地を選定していくんですね。で、その後鑑定評価を行っていきます。この鑑定評価を行うのは不動産鑑定士なんですね。で、この不動産鑑定士なんですけども、土地鑑定委員会が毎年1回2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求めます。つまり土地鑑定委員会がありますよね。土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に標準地を鑑定してくださいというふうに求めるわけですね。で、求められた不動産鑑定士は標準地を鑑定します。で、この鑑定についてなんですけれども、2番ですね。不動産鑑定士が以下を勘案して鑑定評価をする。勘案するっていうのは考え合わせるということです。1から3の内容を考え合わせて、この標準地を鑑定評価するという内容なんですね。じゃあ何を考え合わせるのか、何を勘案するのかというと3つあります。1つ目が近傍類地の取引価格、この標準地の周りですね、近くの土地の取引価格、ここから算定される推定の価格、まあ細かく書いてあるんですけども、周りの取引価格から考えてこの標準地の値段っていうものを導き出しましょうという話ですね。また近傍類地の地代等から算定される推定の価格、周りに借地があるのであれば、その借地の地代ですね、地代も考え合わせてくださいねと、まあ、いう話です。で、3つ目、同等の公用を有する土地の造成に要する推定費用の額、これも考え合わせてくださいねと、まあ、いう内容です。で、この3番どういうことかというと、例えばこの標準地というのが、まあ、宅地だったと仮定しましょう。で、周りの土地が例えば山林だったといった場合、周りの土地山林なので、山林と宅地って評価しづらいわけですよね。だから、じゃあ山林については宅地にするために、造成するための費用がありますよね。そういったものを加えて計算をすると、周りの宅地の価格っていうのが大体わかるわけじゃないですか。なので、まあ、そういったことも考えてくださいねと、まあ、いったイメージです。で、この同等の公用っていうのは、まあ、同じような利用の仕方と考えていただければわかりやすいと思います。山林と宅地って利用の仕方違いますよね。なので、宅地、標準地が宅地なのであれば、周り山林という場合は、山林をじゃあ宅地というふうに同じ利用状況にするために必要な価格ってどれくらいなのかというところを考えて計算してくださいねと、まあ、いったイメージで大丈夫です。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。
では動画の続きをどうぞ。で、3番目ですね。土地鑑定委員会が鑑定結果を審査し必要な調整を行う。今2番のところで、2番の2ですね、のところで不動産鑑定士が鑑定しましたよね。で、鑑定したものを不動産鑑定委員会にお知らせします。この標準値はこれぐらいですよみたいな感じでお知らせします。で、お知らせしてもらってその内容を審査するんですね。鑑定結果を土地鑑定委員会が審査をして、で、必要な調整を行います。まあ、丸々そのまま使うっていう場合もあるんですけども、いや、ここもうちょっとこうした方が、こう考えた方がいいんじゃないのかっていうふうに、まあ、必要な調整を加えるということですね。で、結果として標準値1平米あたりの正常な価格を判定します。まあ、これは1月1日時点ですね。毎年1月1日時点での標準値1平米あたり、この1平米あたりというのは単位面積あたりと同じ意味です。単位面積あたりの正常な価格を判定します。正常な価格っていうのは土地取引を自由に行わせた場合通常成立するような価格を言います。まあ、簡単に言えばある土地があって普通に売買をさせたら、市場に出して売買させたら、まあ、いくらぐらいになるのかっていう目安ですね。まあ、これが正常な価格です。で、ここで注意していただきたいのは標準値1平米あたりの正常な価格なんですよ。例えば100平米の標準値がありました。100平米1000万円でしたといった場合、これは100平米あたり1000万円なので1平米あたりだと10万円ですよね。つまりこの標準値1平米あたりの正常な価格は10万円っていうことなんですよ。ここ注意しておきましょう。1000万円ではありませんからね。あくまでも1平米あたりの正常な価格なんで、この点は注意してください。で、標準値の所在、単位面積あたりの価格、土地の利用の現況、まあ、現状をどのように土地が利用されているのか、先ほども言った通り、山林なのか、宅地なのか、まあ、そういったところを公示すると、まあ、いうことですね。なんで、まあ、公示する内容っていうのは、所在だったりとか、単位面積あたりの価格だったりとか、土地の利用の現況、どういった使い方をしているのか、こういったものを公示します。で、公示したら次何をするかというと、土地鑑定委員会は公示後速やかに書面、図書を関係市町村長に送付します。まあ、簡単に言ったら資料です。地下工事に関する資料っていうものを関係する市町村の長、ここに送付するんですね。で、送付を受けた市町村長は、この市町村の事務所で3年間閲覧可能な状況にしなさいよと。まあ、いう話です。だから関係市町村行ったら地下工事に関する図書というものを一般公開しているので誰でも見れると、まあ、いう話ですね。もう最近ではネットで調べるっていうのが多いと思います。ネットでも調べられますんで、ご自身がお住まいの市町村の名前入れていただいて、あと地下工事っていうふうに検索していただくと、まあ、出てくると思います。まあ、今回が地下工事の流れですね。この部分よく出題される部分なんで、すべてですね、ちょっと頭に入れていただければと思います。一つ注意してほしい部分で言うと、この部分ですかね、1から3というものを勘案する、考え合わせて鑑定評価をしてくださいねというところで、例えば、引っ掛け問題で平均して鑑定評価すると出てきたら、まあ、それは誤りです。必ずしも平均するわけではなくて、あくまでも考え合わせて鑑定評価、結果を導き出すと、まあ、いった流れになりますので、この点は注意をした方がいいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。